稲川は、兵庫県及び、大阪府境付近を流れる淀川水系の支流で、一級河川。住吉大社神代記の説話によると、稲川の名前は、古くからこの地方に住み着いていた、山大阿賀長という人物の名前、阿賀長がなまったものである。北摂山系の王の山に源を発する。府県境を南流し、大阪国際空港の西側をかすめて、 神崎川右岸に合流する。下流域の水質を抱くが激しい。淀川へは直接流れないが、淀川水系に属す。このような例は、木曽川水系に属する美川や長良川等がある。稲川の川口近くから上流を望む、左側からも川が合流している。括弧内は、流域の自治体かつては、豊中市理想町付近で S 字型に大きく蛇行していたが、 昭和40年代に直線化工事が行われ、この結果、理想町は川によって東西に分断された。この付近では、稲川が天ヶ崎市と豊中市の市境であり、工事によって川の流れが東に移動したため、現在では川の西側に分かれてしまった地域は天ヶ崎川に食い込むような形となっている。なお、 この工事以前の堤防の大部分は稲川自然公園となっており、川の流れの一部も池として残っている。日本の川近畿稲川国土交通省水管理、国土保全局、www.mlit.go.jp2019 年9月6日閲覧、国土交通省、平成20年全国一級河川の水質現況の公表について、 ありがとうございます。